なんか昨日の夜ですね、いきなりこういったメールが来まして、あれ全然見えてね、本当に見えてないパターンじゃん。なんか料金未納ということで、まあ心当たりがない場合はご確認の上ご連絡くださいということで、こういった電話番号書いてあるんですけれども、これね、調べたんですよ。そしたら、やっぱ詐欺っぽいっすね。まあ詐欺なのか本当に料金未納なのか知らん。詐欺でした。アマゾンからの連絡も一切来てないし、で、いきなりこれ送られてきたし、あと、だって他の、だって別に料金未納なのかな、俺。ということで、皆さんご注意くだせえということで、注意喚起パンダ。ちょっとあれなの、なんか、え？うわ、やったわ。サングラスめっちゃ曲がってんだけど。なんか曲がってね。うわ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。あ、これでいこうかな、パンチパンダだから。挨拶これでいこう。うわ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願い、あ、これでいくわ。ということで、今回はですね、まあ、生きてる学生の特徴ということなんですけど、まあ、かれこれ私、パンチパンダ、生きてました。あのね、俺の中学生の頃の伝説、知ってます？昼休み中に音楽大音量で聞くっていう。多分あの時ワンオクロック流してたんですけれども、イヤホンしてるくせにめちゃくちゃ大音量で聞いて、周りの人にも絶対聞こえてるみたいな。で、絶対聞こえてるだろうなって思いながら、あれ？聞こえてる？あ、ごめん。本当に今思い返してみたら鳥肌が立つ。あとこれ本当に相当痛いんだけど、多分みんな引かないでね。引かないで。うん。引かないって言った？言ったね。オッケー、言ったね。中学3年生の頃に学校にこの格好で行ったんですよ。要はね、サングラスをかけて学校に行ったんですよ。なかなかいないでしょ、学校にサングラスって。わけわかんないもん。だって、学校の室内の中でサングラスだからね、どんだけ目をいたわる。生きてた、すいませんでした。ごめんなさい。ということで、辛辣なコメントもあると思いますけれども、前回のコメントでね、生きてる学生の特徴をちょっと募集したので、皆さんのコメント見ていきましょう。せーの、ドン！陰キャ、陽キャを分けるやつ、シンプルに、どうでもいい。学校の中で、こいつ陰キャだよね、陽キャだよね、って話してるのは、ちょっと痛すぎる。女友達募集中です、とか、ほざいてる、生きる陰キャ様がいらっしゃる。あ、これはちょっとコメント欄で荒れてるね。陰キャ、陽キャを言うやつは生きてるっていう意見もあれば、生きる陰キャって、荒れるね。椅子とか机でやたら音立てるやつ。死後がクラス中に響き渡る大きさ。なんかボタンめっちゃ下まで開けてる。なんかシャツの袖出してるやつ。目立ちたがりや。生きてる学生の特徴。何でも真剣にやろうとしない。ああ、なるほど。中途半端でヘラヘラしてるみたいな。プライド高いのかな？授業中、スピーカーで爆音で音楽流して全クラスの廊下をオラオラと歩いてる人。中学の時実際にいた。それは本当に迷惑すぎない？生きてる学生の特徴はパンチパンダみたいにちょっとやめなさい。登校中にタバコ吸ってきてるやつ。それちょっとヤンキーやで。ピアス開けて髪染めて重そうなネックレスつけてる。授業中はちっちゃいスケボーを持ってきてそれで遊んでる。ちなみにそいつと今となり、うわー、きつい。なるほど。でもね、大学生はね、結構登校、登下校、スケボーっていう人意外といますよ。すぐマウント取りに来る。すべて上から目線で物を言う。なぜか私服でいいのにスーツで来る。でもそういうやつほどおだてれば何でもするので使いやすい、便利。本人は人気者だと思い込んでるからもっと扱いやすい。お前、これはお前が怖い。なるほどね、こういう人いるんだ。へー、すべて上から目線で物を言うけれども、おだてれば何でもしてくれるの。なんだろうね。女子は髪染めとかピアスとか、男子は無駄に驚かしてうるせえやつ。ちょっとやめて、俺うるさいのよ。うるさい人は苦手ですか？あ、苦手なんだね。徹夜自慢してくるやつ。知らねえよだよな。はい、ということで、パンチパンダの生きてる学生の特徴でした。まあ、ただやっぱ男の子は結構声でかいとか、なんか目立ちたがり屋が多いのかな。で、女の子はどうなんだろう。髪染めてくるとか、校則違反ではなければ、まあ別にいいとは、個人的には別にそんなに気にはしてないんですけれど、まあやっぱ人によってはそう思う。まあ、校則破ってるのは結構やっぱ生きてるというか、なんだろう、自由でいいやんけみたいな感じなのかな。まあ、ただそれが果たして悪いのかどうかっていうのもありますもんね。ちょっと難しいところなんですけど。はい、次の動画はですね、女子校とか女子大の特徴っていうのをまあちょっと述べていただければなと思うんですけれども、この中に女子校とか女子大に通ってる人いますかね？でしたら積極的にちょっとコメントしていただきたいなと思います。あとはやっぱ女子校のイメージとか女子大のイメージとかそういうものがありましたら、なんか皆さんコメント、男でもちょっとコメントしてこわ。はい、ということで、あとはまあ女子が、その女子校に通ってる人たちのイメージとかもありました。コメント欄でコメント書いてやってくださいということで、パンチパンダでした。もしよかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。ブチ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 ブ